中町選手がプレーするスタジアムが見えてきました。ラカー皆さん、ゴーです。そして初めましての皆さん、動画を見てくださってどうもありがとうございます。おそらくタイトルとサムネイルの影響で僕の動画を初めて見てくださっている方が結構多いと思いますので、簡単に自己紹介をさせていただきます。僕は青年海外協力隊としてアフリカのザンビアという国で体育の先生として働いてます。今日はですね、今シーズンからザンビアのプレミアリーグに元 J リーガーの中町選手が加わったということで、中町選手の所属しているゼスコユナイテッド、僕が着ているこのユニフォームのチーム、本拠地が僕の住んでいるところからバスを乗り継いで3時間弱のところなので、今日はそちらへの行き方、スタジアムの雰囲気、あとは試合の様子だったりをお伝えできればなと思います。そして主に僕のチャンネルは我々協力隊のリアルな私生活だったりとか、アフリカの雰囲気、それから僕の友達の活動の様子なんかを動画にしてあげてますので、よろしければ他の動画もチェックしてみてください。それでは早速向かっていきましょう。 Your face in the crowd. I never thought that I would see it tonight. We lock eyes and you smile. Every single memory comes back to life. Your lips press against mine after a night outはい、ということで隣の町キトウェというところに到着しました。ここでちょっと一度乗り換えて、次ンドラという、ゼスコが本拠地を置いている町に移動していきます。ここキトウェはなかなか大きな町で、僕がいる町ムフリラで手に入らないものがあるときにはここに来ます。そうするとキトウェだと割と何でも、大きなショッピングモールもあるので何でも手に入ります。ナトテラサーナ、はい、ということでスタジアム着きました。ちょっと目の前まで移動します。はい、ここが、今日試合が行われる、ゼスコの本拠地レビーマナワサスタジアムです。これ確か前の大統領、昔の大統領の名前だったと思います。レビーマナワサさん。そしてチケット売り場がこちらすぐ目の前にあります。ちょっとチケット買います。ニシンガ20コアチャです。200円ぐらい。ナトテラッサーナ、よいしょ、チケットゲットしました。200円です。めちゃくちゃ安いそれでは入っていきます。結構しっかりしたスタジアム。いや今日暑い、飲み物買おうかな。ちょっとどんなのが売ってるのかもお見せしようと思います。でスタジアムでは飲み物や食べ物、まあ、軽食も一応売ってます。ソーセージ、フライドポテト、あとこの下にポップコーンと、こんな感じでソフトドリンク、コーラ、ファンタ、ワイルドキャットとか。 Yes, yes. Oh, whichever. I don't care. This one, please. Yeah. ソーセージ、お腹空いたのでソーセージを買います。ゲット。じゃあ席の方に移動していきたいと思います。中町選手いました。これですね、これ。友達と合流して、逆光だから
ひょんなことから VIP に入れてもらえることになりました。 So this is 5 quarter、yeah. こちら50円の How about this one? 30 quarter 300円の What else do you have? ニシンが10 quarter 100円、ね、色違いもある。あ、ガーナ別のチームですね、これはね。ナトテラサーナバーマダム。試合が始まります。ゼスコー中町選手もううまい。はい、ということで動画を見てくださってどうもありがとうございました。またもし中町選手の試合が見れるようでしたら
見に来たいと思います。よろしければチャンネル登録と、あと他の動画もぜひぜひ見てください。それではまたお会いしましょう。